インビジブル実況プレイ始めていきたいと思います。続きからやっていこう。マック行ったところだよね。モックか。はあ。にしても何かこうしてるとどっと疲れを感じるな。確かに。改めて、あれは何だったんだろうって。突如として湧き出てきた深い霧と霧の世界、黒霧の化け物と二人の少年少女。それから私の記憶喪失、全部夢だと錯覚しそうになるような出来事が立て続けに起きて疲れた。そういえば名前も言ってなかったし、聞いてなかったな。俺は浅岡蓮。かっこいい名前。てか今更っすけど、俺年上にタメ口って。すんません。いやいや、そんな状況じゃないよ。別にいいよ、助けてくれたし。目の前の少年蓮が存在している以上夢でも何でもないのだけれど。ああいいよ、それで私もその方が気楽だし。そもそも年上かどうかも実際のところよくわからないし。私は如月つぐみ。さっきはいろいろあったけど助かったよ。なんか すいません。なんか結局結構調べたっていうか、あのちゃんとそのゲームのところ見てみたら、如月つぐみさんが主人公みたいですね。それで私も聞きたいことはいろいろあるんだけど、さっきの女子高生はその蓮の知り合い？あーと曖昧に相槌を打ち、視線を斜め上に泳がせる少年。白崎さんね。知り合いっつうか、同じ学校の同じ学年ってだけで、ただ向こうが結構有名人だから俺が一方的に知ってる感じ。同じ学校に通ってるんだ。すごい偶然。それにしては制服ずいぶん違う雰囲気だけど。蓮の制服はいわゆる学ランタイプ。色がモスグリーンだということを除けば形は割とスタンダードなものに見える。一方あの女子高生の制服は色合いこそ蓮の制服と同じだけれど、胸元のでかいリボンというブラウスやスカートのフリル具合と池色が全然違う。どこかお嬢様学校の制服かと思ったぐらいだ。あ、それは改造してるらしいもんね。お待たせしましたです。あら、先に召し上がっててよろしかった。いやいや、こういうのはもうみんなで食べたいんで、みんなで一緒に食べ始めたいんだよね。噂をすればなんとやら本人のご登場だ。私何食べていいかさっぱりだ、ね、そうだね、おごってもらってるしね。マリカは残ったものでいいので。本当にシェイクはお姉様にと思ったので、それ以外はコーヒーがよろしければお取り返しますか。なんていい子なんだ。ああ大丈夫。シェイクを手に取る。超毒々しい青だ。味は安っぽいソーダフロと、これはこれでうまい。ところで今更だけど、私キサラギつぐみ、本当は私がおごるところなのに、ごちそうになってごめんね。いえいえ、お構いなくなのです。私こそ申し遅れましたのです。白崎マリカと申しますです。気安くマリカとお呼びくださいです。マリカは深々と頭を下げる。それにマリカにとってお姉様は命の恩人なのですから、当たり前のことを。いやいやいや、レン君もでしょ。そんなの気にしないで。結果的に一番の功労者はそっちの彼だと思うし。蓮に視線を送る。もうマリカにはガン無視される。なんだこの落差は。それでも立ち上がることもできなかったマリカを真っ先に助けに来てくださったのはお姉さん。ああそういうことね。まあ、確かに確かに。お、めっちゃ語気が強いな。眩しい。これが噂に聞く夢見る乙女の瞳ってやつか。いや、まあまあいいんじゃない、可愛いし。お気に召しませんでしたでしょうか。でしたらお姉ちゃん、お姉ちゃま、お姉、お姉さま、姉上様、姉様、姉、姉ちゃん、姉君様、姉ちゃま、姉や、姉ちゃま。いや、かぶってるわ。結構かぶってるような。バリエーション多いですね。なぜに見知らぬ少女の設定なんだ。なぜに見知らぬ少女の姉設定なんだ。確かに12人の妹ができて、さらにゆりゆりしい学園で姉妹のちぎり結んでしまいそうな、こういうさなんだけど、よくわかんない言ってることが。
まあゲロシャブが候補にないだけマシか。何それ。もうお姉様で結構です。つぐみちゃんのワイなんだ。ところでどんなお話をされていたのです。マリコもお姉様と女子トークしたいのです。いや女子じゃないやつ一人いるけどね。何気なく名字で呼ぼうとしたら頬を膨らませて無言の抗議をされてしまう、うん、マリカはレンと同じ学校に通ってるのに制服結構違うよねって話を。途端にじとりとレンを見るマリカ。目は口ほどに物を言うとはよく言ったものだ。余計なことは言ってないだろうなと視線だけで尋問する美少女。そうなの、余計なこととは。それ女性と用のブレザータイプの制服まるっと改造してるらしいっすね。すごいね、フリルつけたりするんだね。そんな改造できんだ。袖口とかどうやってそういう改造したの。もうあれじゃない、切り替えしてない。失礼な、改造などではありませんです。制服があまりにも可愛くないから少し手を加えただけ。ありなんだね、そういうのありなんですね。マリカの睨みをものともせずここぞとばかりにレンがちゃちゃを入れる。あ、でも俺もあれだ、体育祭とかのあのクラスで作る T シャツみたいなやつめちゃくちゃアレンジして言ってたな俺も。よく考えたら。へえ。でも驚いたぜ、学年首位で容姿端麗、孤高の氷点下がそんな喋り方するとは。どんな名前なのそれ、孤高の氷点下。氷点下の、あだ名みたいなもんだな。花のように綺麗で氷みたいに冷たい視線、反論を許さない絶対零度の口調、誰がつけたか氷点下。ネーミングセンスあるな。でもふん、アニメや漫画じゃないんだから、そんなダッサい二つ名など勝手につけてほしくないのです。え、そう、なんか良くない。そう言いつつ語尾を強調するとか自分が一番キャラ作りしてんじゃないの。うわー、もう喧嘩よしてくれよ。今はもうみんなでね、ワイワイマック食うとこでしょ。ああ、これがリアル経営の中ってやつか。この場合の犬はマリカで、猿はレンだな。うん。って感心してる場合じゃない。まあまあ、その辺でその辺で。ですが、マリカは、キャラ作りとかじゃなくてってことだ。いや、いい、誰も気にしてないよ、ここにいる奴らは。どうした？開いた口にバーガー攻撃。これで物理的におしゃべりの口を塞ぐのに成功した。一旦落ち着いて、それでも食べなさい。突如口に詰め込まれたバーガーに一瞬驚き動きを止めるものの、すぐに黙ってマリカはそれを咀嚼し始める。ちっちゃいな声が急に。ひとしきり味わった後、マリカはポテトやナゲットにも手を出し、うなずき感想を挟みつつジャンクフードを味わう。やっぱ初めて食うんだ。まさか初めてなの。あまりに新鮮な反応にそう聞くと、マリカは手を止めて恥ずかしそうにうなずく。練習してたんじゃない？家で。あれは、この時のために予習していましたもん。すごいな。なるほど。あらかじめどんなものをいくつ頼むか決めていたわけだ。確かに注文というより暗記したセリフを言っていたような印象ではあったな。予習ね。やっぱ天才の考えることはバカにはわかんない。いやー、でもなんとなくこういうとこに来た時は、ちょっと失礼のないように、とか思うのかもね、初めて来たら。こらこら、余計なこと言う男はモテないぞ、少年。そうなんだよね、両方ともちょっと一言多いぞ。モテるとかなんとか、そんなのはどうでもいいんだよ。どうした急に。こっちはこっちで分かりやすく大変よろしい。はいはい、そういうことにしておくね。あのさ、それでそんなレン君に聞きたいんだけど、いつから日本はあんな霧が出るようになったの？そう言われてもな。俺も詳しいことはわかんねえよ。
よくわかんねえけど。ただ、あの霧が突然出ることと、誰でも見えるわけじゃないこと。それから中には人がいない代わりに化け物が出るってことは知ってる。むしろそれしか知らねえ。疲れた表情でレンはポテトをひょいと口に放り込む。そうか。なぜか一部の人間にしか見えないから騒ぎにもならないってわけで、ね。要するに不思議霧なんだ。前に見たってのはいつ頃の話？5日くらい前。学校帰りにダチと寄り道しようかって話になって俺だけが霧に閉じ込められて偉い目にあったんだ。そんで、次の日その話したらなぜか俺が何も言わず先に帰ったことになってて、霧がどうのこうのってのも信じてもらえなかった。そうだな。なるほどね。まるで神隠しみたい。気味の悪い話だ。でも、これだけ話しても特に思い当たる節やピンとくる感じもしないし、私の記憶喪失には無関係かもしれないな。それまでハンバーガーに夢中だったマリカは、レンをチラチラ見て話の内容を気にしてる様子。マリカは今日が初めて？そうですね。はいです。下校中急に霧が深くなって気づいたら、あの中におりましたのです。出口がないか探したところに、ママ、いえ、あの化け物が現れまして。テーブルの上に置いたスマホに視線を送り、マリカはどこか浮かない顔をする。それが。最近ママは優しいのです。今日のことも帰りが遅れると言っても心配されましたが、反対することもなかったのです。最近優しい。あ、そっか。なんかプロローグではママと喧嘩したみたいなこと言ってたもんね。なんかドッペルゲンガーのやつを検証した時からちょっと世界が変わったのかな、マリカちゃんの。それまではずっと成績のことや文言も厳しく言われていて、この制服や髪型も最初はとても怒られたのです。怖くて。だからあの霧の中でいきなり追いかけられて本当は怒ってたのかなって怖くなっちゃって。そっか。でも誤解が解けてよかったね。何と言っていいかわからない。そんな私の飾りっ気のない言葉にマリカは嬉しそうに笑顔を見せた。でもよ。あの霧一体何なんだろうな。なんで俺らにしか見えないのかも謎だし。私たち何か共通点があるとか？まさか。共通点？あのさ。そうそう。ほら、よくあるじゃん。推理小説とかで見ず知らずの人間が集められて殺人事件が起きるんだけど、集められた人には隠れた共通点があって犯人に意図的に集められてるってやつ。なんて言うんだったっけな。あの、ミッシングリンクというやつです。そうなの？すごいよ。そう、それそれ、ミッシングリンク初めて聞く言葉だな。つぐみって見かけによらず難しい言葉知ってるのな。あのね。だからあんたは一言多いっての。というか、なんとか言いながらも、確かに私そういうキャラなのか、とも思わなくもない。でもなぜかパッと浮かんできたんだ。それこそ本能みたいに。反射的に、案外記憶を失う前の私って探偵だったりして。なんか何でも嫌とか言ってたもんね。それで事件に巻き込まれて記憶喪失とか、ありがちな展開。あとはミステリー小説やドラマが好きだったとか、いや、やめやめ。ミステリーと言うとあのオカルト作家のにやけ顔がちらつく。むむむ。しかし共通点ですか。そこのくるくるとは学校と学年が同じぐらいしか共通点がなさそうです。あとは二足歩行してるってことくらいでしょうか。くそ。ふぎぎって何？誰がくるくるじゃ。でも悔しいが俺も特に共通点は思いつかねえな。私は、と言おうとして口をつぐむ。記憶喪失なんてめんどくさい事情があるんだから共通点もクソもあったもんじゃない。ぶっちゃけ二人の超能力じみたあれが関係してるとは思うし、特にマリカの方はそれに気づいていそうなもんだ。それでも言い出さないってことはあまり触れられたくないんだろうし、私もそこまで首を突っ込むのははばかられる。あとは、最近いつもと違うことをしたとか？あ。いつもと違うね。霧を見る前って言えば、まさかあれか？ドッペルゲンガーの都市伝説。何それ。なんだか聞き慣れない単語。それを聞いた途端背筋がゾワリとした。都市伝説か。気味悪い系は勘弁してほしいな。ふとマリカの方を見ると彼女は心当たりがあるのか青い顔をしている。知らねえの？結構有名な噂話だけど。初穴駅の一番奥の券売機で入場券を買う。そんで、環状線を一周したら自分のドッペルゲンガーが現れて。
レンがそこまで説明したところで不意にマリカが席から立ち上がる。随分と顔色が悪い。やっぱり俺のせい。まさか白崎も試したのか、あの都市伝説。レンの問いかけには答えることなく、マリカは再び席に着いた。なの、ごめん、その話の続きって？本当はこれ以上は話題に触れちゃいけないのかもしれないけれど、万が一自分の記憶喪失に関係があったらと思うと聞かないわけにはいかない。ああ、そのドッペルゲンガーを殺したら願いが叶って、逆に殺し損ねたらドッペルゲンガーに殺されるんだと。まあコックリさんとかみたいなおまじない系のちょっと怖い噂話だな。ドッペルゲンガーが見つけられる見つけられないって話あったけど、本当は見つけなきゃいけなかったりすんのかな。私は正直心当たりはないんだけど、二人はその都市伝説を試して本当にドッペルゲンガーを見たの？それはここに来てレンが言いよどむ。ああそうか、つまり結論を言えば自分はなんだか正体のわからないものを殺したと自供するのと同じか。それは罪に問われる問われない以前に人にベラベラ喋りたいことじゃない。都市伝説とかお化けとか荒唐無稽な話ならなおさら、ましてやさっき知り合ったばかりの人間なんてとてもじゃないけど話せない。でも私は知りたい、知らなきゃいけない。なら相応の対価を払ってでも聞き出さなきゃ。対価、この場合の対価は秘密の共有、私が信用に足る人間だと証明するために嘘をつかず洗いざらい打ち明けること、むしろそれしか今の私にできることはない。悪い、私にも事情があってどうしてもそれを聞いておきたいんだよね。嘘だと思うかもしれないけれど、あ、続いてた、すいません。私記憶喪失になってるみたいで、今はどんな情報でも知りたいんだ。記憶喪失って、おい、マジかよ。お姉様、記憶がないのです。当然といえば当然だが、突拍子もない私の言葉にレンもマリカも驚きを隠せないようだ、自分のことは名前しか覚えてない。生活する上での基本的な知識とかは問題ないみたいだけど、自分の体験してきたこととか個人情報とかは何もわからなくなってて、さっきの霧に巻き込まれた時もその手がかりを探しに行こうとしてたところだったんだ。話したくないのはもちろん承知だけど、私にもその霧が見えるなら何か関係あるかもと思って。面白半分とかじゃないんだ、お願い、教えてくれないかな。マリカはドッペルゲンガーに出会って、マリカちゃんじゃなくてあれを殺したってこと？あれっていうか同級生の失踪した子を殺したってこと？ぽつりとうんと沈んだ声でマリカが先に告白する。願いが叶うって聞いて、いえ、その日はママと喧嘩して家に帰りたくなくて、そんな時たまたまクラスメイトが噂をしていたから、軽い気持ちでそれを試してしまったのです。地下鉄を降りた時はドッペルゲンガーなんかいなくて、なんだただの噂話かって思ったのですが。そこまで話すとマリカは自分の腕を抱く、まるで震えを抑えようとしてるみたいに。家に帰ると、いえ、私がもう一人いて楽しそうにご飯を食べていたのです。いつも仕事で遅いパパもいて、ママのご飯をみんなで食べて、まるで私の方が偽物みたいで怖くて。怖いね、だいぶ。気づかれないように私は2階の自分の部屋に逃げ込んで、そうしたらもう一人の私が入ってきたんです。私と同じ顔、髪型、私の服を着て少し悲しそうに笑っていました。ドッペルゲンガーを殺さなきゃ私が殺される、その言葉で頭がいっぱいで、
私とっさに時計を掴んで投げつけていたんです。マリカは今にも泣き出しそうになっていた。もしかしてつぐみちゃんもそれをやったんだけど、つぐみちゃんはドッペルゲンガーの方で、つぐみちゃん自身を殺したからつぐみちゃんとして今まで生きてきた記憶がなかったりすんのかな。時計が私のドッペルゲンガーの頭に当たってひっくり返って、すごく大きな音がして、ママがびっくりして部屋に入ってきた時にはもうドッペルゲンガーは消えていたのです。ため息一つ小さくついてマリカはそう締めくくる。俺も大体は同じ感じだ。覚悟を決めたのかレンもマリカに続いて話し始めた。環状線を回って気づいたら一緒にいた達がみんな先に駅で降りててさ、騙されたって思ってたら帰り道に俺の顔したやつが現れて、俺は近づいてくるそいつを思わず車道に突き飛ばしちまったんだ。偶然トラックが通りかかってそいつは思いっきり跳ね飛ばされた。でもトラックはそのまま走り去っていって、俺が突き飛ばしたもう一人の俺は血しぶき一つ残さず消えちまってたんだ。そのまま押し黙った二人を前にどう切り出していいのかわからず、私も彼らに習って無言になる。言いようのない重い空気もあるが、どちらかというと途方に暮れているという感じだ。これがマリカとそこのクルクルのミッシングリンクなのだとしたら、お姉様も同じようにドッペルゲンガーに出会ったということなのでしょうか。可能性あるな。わからないし、正直話を聞いててもあんまりピンともきてないんだけど。それで願い事は叶ったの？微妙な間を置いて揃って首を横に振る。お化けまで退治して何もなし？そもそも好奇心でやったからあんまり願いとかもなかったりしたんじゃないの二人は。まあな。だけどマジか。俺も正直同じような境遇のやつと初めて会ったから何かわかるんじゃねえかなって思ったんだけど。私の方も結局特に進展もなく終わり手詰まりだな。それにしてもドッペルゲンガーの都市伝説と黒霧、なんともオカルト地味な話。オカルトなんて言葉が浮かんだばかりにまた奴の顔が頭をよぎってしまった。自称オカルト研究家板倉いずる。坂倉か。奴ならもしかしたら噂以上の何かを知っているのかもしれないけれど、あいつから受けた仕打ちを思い出すともう顔も見たくない。その時、ふと、店の天井に設置されている薄型テレビが目についた。ん？あれ？わあ、まさか。いや、そんなわけは。きっと絶対、おそらく目の錯覚とか見間違いだ。あれ？どうかしましたですか？なんせ、例のオカルトおじさんがそこに映ってるんだ。これが絶叫せずにいられるか。なるほどね。マリカちゃん、どんな表情なのこれ。どういう表情なんですか？レンはめっちゃ好きなのかな？かわいいイラスト。なんでこのキュウリのとこにスンってやってんの？謎だな。なんで、あいつがテレビに？おぉ、オカルト先生じゃん！久しぶりだな。あ、最近夏が近いから、あれじゃね？心霊特番みたいなやつか。ああ、録画予約しとけばよかったぜ。めっちゃ好きじゃん、レン。驚く私を知る目にレンはのんきに悔しがっている。え？何？あいつそんなに有名人なの？マリカも知ってるのです。いつもこういう番組に出てはうさんくさいことをベラベラ喋って、毎度科学的根拠がないとか言われ共演者にボロクソにぶったたかれてかわいそう。なんか容易にその図が想像できるな。テレビ画面の向こうでも坂倉はカッパと思わしき絵に対してうさんくさい解説してる。ただのゆるキャラだろと突っ込みたくなるほどゆるゆるだ。お姉様の知り合いなのね。マリカは眉をしかめている。だよな。記憶喪
室っていうならテレビで見て知ってるってわけじゃねえし。いや、知り合いっていうか、さっきそこに出会ったっていうか。あの出会いと経緯を人は何と表現すべきなのだろうか。少なくとも知り合いとは言わないな。そもそもこの映像を見て知り合いですとは言いたくないものなんだけれど。そうだな。そういえば名刺もらってたっけ。パーカーのポケットをまさぐるとちょっと角が折れてるけど、あの名前の読めない名刺が出てきた。テンション上がるぜ。お、なんか読めねえけどすげえ。マジで知り合い？俺結構オカルト先生好きなんだけどさ。はいはい。だから知り合いとかじゃなくて、たまたまちょっと話しただけだし、そんなに好きなら名刺あげるから。はい。マジで？しゃあ、あ、せっかくなら裏にサイン欲しかったな。あの妙な生物が書いてあるサイン本は置いてきた。残念だったな、少年。そうだ。わ、俺超いいこと思いついた。あ、私もなんかものすごく嫌な予感がするけど、会いに行くってこと？俺って天才。ドッペルゲンガーの都市伝説、オカルト先生ならなんか知ってんじゃね。嘘でしょ。なのです。まあ存在くらいは知ってるというより、そのくらいのことも知らなかったらオカルト研究家などと名乗ってはいけないのです。レンの発言は割と想定内だったけれど、それに対してマリカの応答は想定外だ。まずい、この流れはあんまりに、いや非常に良くないぞ。なサインとかどうでもいいけど、オカルト先生に会いに行こうぜ。いやいやいや。いや、あんたのそれはサイン目当てでしょうか。私は嫌だからね。あの家の敷居は二度とまたがないって決めたんだから。そんじゃ。つまり家も知ってるってことだよな。しまった、飛んだ失言だ。これでもうしらばっくれることはできないぞ、キサラギつぐみ。まあまあ。いやでもほら、テレビに出てるし今言ってもいないんじゃ。それは違います。生放送ではないのでおそらく大丈夫なのです。マリカさん、あなたは誰の味方なんだ本当にね。行くぞ。よし、そうと決まれば暗くなる前にオカルト先生宅に突撃だ。トレイを持ち勢いよく立ち上がると、レンは私の腕を引いて強引に立たせる。やめなさい。やめなさい。ちょっと。あ、お姉様に何をするですか、くるくる男、待ちなさいです。結局ほとんど一人でハンバーガーその他を平らげたマリカも後に続く。こうしてまたもや坂倉いずるという存在と私の不用意な発言により束の間の安息は終わろうとしていた。でももう夕方とかなんじゃないのこれって。学校帰りだし夜になろうとしてんじゃないの。半分以上連に引きずられる形で私は本日二度目になる坂倉宅に、坂倉宅の扉の前にいる。もういい時間だというのに窓からは明かりも漏れていない。もしかして不在か。いやもうそうであってくれ。おーい。あの、お昼に大変お世話になったチャブ台返しの木更木つぐみなんですが、オカルトおじさんはご在宅でしょうか。不在であることを期待しての凄まじく投げやりの挨拶。扉の向こうから人の気配を感じられない。よっしゃ、心の中でガッツポーズ。むいないようですね。ちょっと気になってんの、マリカちゃんも。会いたいの、本当は好きなの。マジか。なんだよ、がっかりだぜ。あのね。まあそう都合よく家にいるわけがな。鍵が解除される無機質な音が私の言葉を遮る。それは無情にもかすかな希望をいいともたやすく砕いてしまった。いや、お昼ぶりだね、チャブ台返しの木更木つぐみさん。こんな時間に何の用だろうか。先に言っておくけれど、僕はこう見えてピチピチの28歳だから、おじさんという呼称はやめてくれたまえ。相変わらず何を考えてるのかさっぱり見当もつかない映画。それにしても28歳か、案外若いな。ふむ。そちらのお二人さんは君のお知り合いかな。私の後ろにいるレンとマリカの姿に坂倉はすぐに気づいたようだ。マリカは警戒心むき出しの表情で坂倉をジロジロと見ている。レンの方は芸能人と出会いに感動していた。分かっちゃいたけれど、ただのミーハーだ。はいはい。説明すると長くなるし、ややこしくなるんだけれど、とにかくオカルトお兄さんに少し聞きたいことがあって戻りたくないけど戻ってきたわ。遠慮しないでくれたまえ。ああ、僕も随分と嫌われたものだね。ああ、いいとも。オカルトお兄さんにわかることなら何でも聞いてくれたまえ。いやもう本当に懐が深い、この人。坂倉はいくら挑発してもあくまで紳士的かつ、おおらかな態度を崩さない。この男の漏れ出さんばかりの余裕はどこから湧いてくるのだろう。ある意味尊敬に値する。
少し待ちたまえ。しかし、ジャブ台返しされた後の片付けもろくにしてないのでね。少し場所を整えるので、そこで待っていてくれ。そう言って、佐賀倉は家の中へと引っ込んでしまった。私の持ちネタで遊ぶとはいい度胸だ。持ちネタ？心配なのです。あの、お姉様、あんな怪しげな男の家に上がり込んでもいいのです。それに先ほどから聞こえる不穏な単語、マリカ心配なのです。え、ちゃぶ台返しのこと？もちろん、もしものことがあれば、マリカがブッシュ、ブシュッと、ふふ、こわ、なにこの子。おいおいお嬢さん、パーカーの裾を引っ張りながら笑って言うセリフじゃないぞ。テンション上がるぜ。うわ、やべ、芸能人の家だぜ、めっちゃテンション上がるわ。こっちはこっちでおかしくなってるし、あのどのつくカオス空間を見ても同じことを言えるか見物だな。すごい音だな。どんがらがシャーンって。しかも内部からはどんな掃除の仕方をすればそうなるんだと、疑問満載の音が聞こえてくる。オカルト大先生は押し入れに荷物をしまって、片付いたと言い張る人種なのか。どうぞ。お待たせ。座る場所は確保できたから中にどうぞ。いやいや、逆に座る場所が失われてそうな感じな、だったけど。でもここまで来たらもう、なるようになるしかないか。いい加減覚悟を決めよう。やっぱり玄関に踏み込んだ途端、あのお香のような不思議な匂いが流れてきた。ふむふむ。白檀なのです。あ、お香の種類がわかんの？変わらずの暗がりの中、靴を揃えながらマリカがそう言った。よくわかったね。僕はこの香りが好きなんだ。匂いが移ると嫌がる人もいるのだけれどね。昼間と同じ部屋に通され用意された座布団に各々が座る。私の背後にトーテンポールくんがいるのがものすごく気になる。マリカは部屋に散りばめられたオカルトグッズに引いているけれど、レンの方は視線を遊ばせながらこの混沌とした空間を楽しんでいる。そこへ坂倉が茶菓子を手にやってきた。どうぞ。若者はあまり遅くならない方がいいと思うけれど、せっかくなのでお茶もどうぞ。ついに奴と再会か、と身構えた私の前に置かれたのはナンプレ。ではなかった。拍子抜けだ。決して寂しいとかではない。遠慮しないでくれたまえ。知り合いからのもらい物だけれど、なんだったかな。加藤茶。加藤茶だったと思うよ。学生さんたちをまあ遠慮せずにどうぞ。若妻に恵まれそうなお茶だな。そうだね。というか、あんたの知り合いは一体何者だ？珍妙なお茶のコレクターか。まずは一口。独特な渋みはあるけど、普通に飲めるというか美味しい。しかも茶菓子に出てきたのは揚げせんべいと切り分けた羊羹。私に続いてレンとマリカもそれぞれお茶とお菓子に口をつけている。昼間のあれを知る身としては複雑な心境。うまかぼう、納豆味はどこへ行った？ちなみに部屋の方は片付けたと言っても、雑多に周りに置かれたアンティーク品は変わらないし、デスクは散らかったままでぼんやりとした部屋の明かりも同じ。変化といえば座布団の数と、私がなぎ倒したテーブルが元に戻っていることくらいか。あのさ。ところでさっきの轟音は何だったの？ああ、あれね、お菓子を用意するときに僕が派手に転んだだけさ。この通り足元が見えづらいものでね、よく転ぶんだよ。え、目が悪いの？いやいやいや、もっとしっかり電気つけなさいよ、普通に。さてと。ははさて、本題に入ろうか。私の親切心は華麗にスルーされたと、不意に声色が変わった佐賀倉の前に、サインを要求しようと持ち物を物色していたレン。彼の一挙一動に釘付けになる。確かにうさんくさい男なんだけれど、なんだろうこの威圧感。ビリビリと伝わってくる緊張感は、空気が変わってしまったように息苦しささえ覚える。ところで、あれだけ短歌を切って出ていった君が戻ってきたことや、見知らぬ少年少女と一緒にいることからただごとではないのは分かっているよ。聞かせてみるといい。どんなとんでもないことが起きたのか。私は佐賀倉の家を出てからの経緯を隠すことなく話した。レンとマリカとの出会い、私たちにしか見えない黒霧に閉じ込められたこと、霧の化け物との遭遇、それから命からがら逃れたこと、ドッペルゲンガーの都市伝説のこと、二人に如月つぐみが記憶喪失と伝えたこと、佐賀倉が何か私たちの知らない情報を持っていないかと思いこの場所にやってきたこと、唯一二人の能力についてだけはモックにいる時に話題にしそびれてしまったし、触れていい話題かも怪しかったのであえて濁した。
佐賀倉は時折相づちを打ち、あまり細かく口を挟まずに私の話を一通り聞き終えた。そして私たち一人一人を見渡す。なるほどね。話は大体わかった。二つ確認させてほしい。君たちは、ああ、キサラギさんはともかく、そこの二人は、ドッペルゲンガーの都市伝説を行い、その目でもう一人の自分を見て、不慮の事故でドッペルゲンガーを殺した。それは間違いないね。レンもマリカもしっかりとうなずく。そして、今日君たち三人は突然出た霧の中で黒い霧の化け物に出会った。これもいいね。うん。それで合ってる。なるほどね。わかった。最後に、僕から一つ質問をしていいだろうか。わかった。答えられるものなら。聞かせてほしい。これもまたおそらく、キサラギさんには当てはまらないだろうけれど、そこの二人は何か大事なことを隠してはいないかな。ああ、特殊能力のこと？穏やかな声色と笑みはそのままに、佐賀倉いずるは確信に素手で触れた。レンもマリカも硬直している。そうだね。僕に隠す分にはね、仕方ないと思うよ。なんせ、君たちからすればテレビ画面の向こうにいる姿しか知らない赤の他人なのだから。けれども。でも僕とキサラギさんは違うだろう。彼女は自分の事情を伝えた。それもキサラギさんの重大な秘密を。それなのに君たちはそんな彼女にまだ隠し事がある。見過ごせないね。あまり意地の悪いことを言いたくないのだけれど、自分のことがあるとはいえ、頼りたくもない僕の元に君たちを連れてきたキサラギさんには隠さないでほしかったね。どうかな。一応聞くけれど、僕の言ったことに誤りがあるなら教えてほしい。レンもマリカも思い当たる節があるのか、返す言葉もないよ。なんで？なんで二人が隠し事してるって分かったの？それはね。ああ、理由は簡単なことだよ。一度読み終えた推理小説の犯人とトリックなんて誰にでも分かるだろう。つまりそういうことさ。ああ、なるほどね。坂倉いずるくんも経験してるってことね。ええ？どういうことだってばよ。ああ、まあまあ、僕もいろいろと立場や利害があるからね。まずは二人の言葉と僕の持っている知識を答え合わせが先かな。すまねえ。悪い、騙すつもりはなかったんだ。坂倉に視線を向けられ、レンが私に向かってがばりと大げさに頭を下げた。あのさ。それに、見られてる可能性がある以上隠しても意味ないことも分かってたんだ。でもなんつうか言い出せなくて。そうだな。俺、自分の体は周りに合わせたり、自分の意思で体を変化っていうのか、自分でなんて言っていいか。あ、そうだな、見せた方が早いか。何？言って、レンはテーブルの上に自分の右手を置く。すると見る見るうちに爪が鋭く伸び、手の甲には鱗のようなものが生え、指と指の間に水かきみたいな膜が張っていく。瞬く間に手だけ即席半魚人の出来上がりだ。こんな感じ？とまあこんな感じで、早く泳ぎたいとか思えばこんなことができるし、もっと言えばエラ呼吸とか多分できる。やったことねえけど。レンが言うと途端に手の変化を、は消え、あっという間に元通りになる。どういう能力？あの霧の中でもさ、これ使って足を速くしたり、腕の筋肉つけたりしたんだ。気味悪いって思われたくなくて隠しちまった。罰が悪そうにレンが言う。確かにあの時の走りっぷりや、それでいてマリカを小脇に抱える筋力とか、一体何がどうなってるのかと思ったけれど、まさかこんな驚きの仕組みだったとは。すごいよ。びっくりした。でも気味悪くないよ。いいじゃんそれ。ありがとう。っていうか何度も言うけど、レンが助けに来てくれたからこそ今こうしているんだからさ、お礼は言っても避難したりすることはないよ。ありがとう。ありがとな。俺の方こそありがとな。ごめんなさい。マリカもごめんなさいです。彼女が言うなり、広げた拳からふわりと光の粒のようなものが溢れた。それが集まり、あのおもちゃのピストルへと早変わりする。やっぱりこちらも特別な仕組みだったらしい。マリカはこれに限らず、武器を作ることができるのです。ナイフでもピストルでもチェーンソーでも武器として扱えるもので、形状がわかるものであれば何でも。なのです。試したことはありませんので、効果のほどはわかりかねますが、人の体に傷をつけずに精神的ダメージを与えられる武器なのです。あ、そういう意味なんだ。そういう情報のようなものは、使わずともわかるのです。怖くて。マリカもまさかあの霧の化け物にこれが効くとは思いませんでしたが、あの時は無我夢中で、時間が経てば経つほど言い出しにくく申し訳ありませんのです。ありがとう。そっか、うん、大丈夫。マリカもありがとう。
お姉様、ポンと優しく頭を撫でると緊張しきっていたマリカの頬が緩んだ。なるほどね。ふむ、やはりそういうことか。少し待ちたまえ。これで条件は整った。ようやく僕も話ができるよ。君たち少し待っていてくれ。なんかあるんだ、能力が、あなたにも。私たちの様子を見て佐賀倉はゆっくりと立ち上がり、書棚を漁り始める。本の山を退け、分厚い辞書や図鑑を引っ張り出し、奥へ奥へと掘り進み、本の生垣に埋もれるように、いや隠されるようにしてそれはあった。濃紺の表紙のスクラップブック。比較的新しそうな見た目なのに随分と使い込まれ、付箋がいくつも伸びている。スクラップブックをテーブルの上に置き、佐賀倉が表紙をめくると、本にまとわりついていた埃がかすかに舞った。どうぞ。ここからは僕が調べたドッペルゲンガーの都市伝説と、それに関する資料をまとめているんだ。パラリパラリとページが進む。スクラップブックの中は、新聞の記事やネットのオカルトサイトを印刷したもの、それを補足する坂倉が書いたと思われる走り書きなどで、余白が見当たらないくらいびっしりと埋め尽くされていた。これ、全部一人で？うん、まとめたのはそうだよ。それはオカルト研究家の仕事として？それとも別の？佐賀倉の指が止まった。スクラップブックに向けていた視線が持ち上がり、こちらに向く。さらりと前髪が揺れる。僕もね、ドッペルゲンガーの都市伝説を行った。そしてドッペルゲンガーを殺した当事者だからさ。静かにかすかに佐賀倉は笑っていた。オカルト研究家なんていう肩書きからも、もちろんこの街で噂になっている都市伝説に以前から興味はあったけれども、キサラギさんは知っての通り、僕は売れない作家もしていてね。自分のドッペルゲンガーを殺す、もしたったそれだけのことで願いが叶うというのなら、僕の本を読みたいと思ってくれる人の手元に届けられる。単純にそう思ったのさ。これでも意外と欲深くてね。こちらから聞く前に佐賀倉は都市伝説に触れた理由を語った。今日出会ったばかりの人間だけれど、奴の知りたいものへの貪欲さと、作家としての自分を諦められない気持ちはなんとなくわかる。そのわけには偽りはなさそうだ。そして佐賀倉はおもむろに赤い付箋が貼られたページを開く。インビジブルの考察、これって。いち早くそのページを読み進めたマリカが目を見開いた。ドッペルゲンガーを殺した者、つまり僕らが得るのは願いを叶える権利なんかじゃない。異能を行使する能力と異能を見る能力、それが僕らに与えられたものなのさ。ああ、そういうことなんだ。そういうゲームか、これは。ああ、難しいことは分かんねえけど、さっきの俺が見せた能力と白崎の手品みたいなの、あれはドッペルゲンガーを殺したから使えるようになったってことっすか。ぽいね。その通りだよ。もう一つ大事なのは、この能力はなぜか同じように能力を持つ者同士にしか見ることができないこと。あ、だからインビジブルっていう名前にしたの。佐賀倉は開いたままページの一角を指さす。人体発火の能力者について、佐賀倉が書いたものと新聞の切り抜きが貼ってある。その能力者は人体発火の能力を悪用し放火を行い、火事場泥棒をしていたと書かれている。新聞記事にも立て続けに不審火が相次ぎ、とある民家に放火をしようとしていた容疑者を現行犯逮捕したとはある。ところが新聞には確かに容疑者のいたあたりから出火はしているが、火災を起こした原因となるものが見つかっていないとも書かれていた。読み終えただろうか。つまりだね、この能力は火を起こすことはできるし、起こした火が燃え移れば建物は焼けるし、なんなら人も殺せる。でもどういう原理か、能力者が火を出すところは能力者でなければ目にすることはできない。それはマリカにもわかるのです。学校で同じように武器を出してみたことがあって、それを通りかかった生徒に見られてしまったことがありました。ですがその生徒はマリカに声をかけることなく、武器が目に入らなかったのかと思いましたのですが、そういう
だから見えないものということで、この能力をインビジブルと僕は呼んでいるのさ。佐賀倉のことはふわふわと宙に舞ってるように聞こえた。見えない能力インビジブル、それを使う人が目の前に3人も、現実味がないなんて思ったところで遭遇した以上否定することもできない。噛み砕いて飲み込まなくちゃ、そう考えていた私に佐賀倉が標準を合わせる。そして白崎さんが出したピストル、あれが見えている如月さん。ああ、そういうことか。君もまた能力者なんだ。確かに。ああ、確かに理屈はそう。見えないものを見た。私もそちら側。でも待てよ。追いつかない。頭が真っ白だ。え？はあ？だって私、そんな能力、何も使えないよ。やっぱループとかすんのかな？時間跳躍とかそういう系のすげえ能力なのかな？そうだ、そんなものがあればとっくに試してるし、自分に特別な力なんて1ミリも感じない。嘘だ、デタラメだ、そんなの信じられない。いっそあの喫茶店で目覚めてからの出来事全部悪い夢なら。君は記憶喪失だろ？異能の使い方を忘れていたとしてもおかしくはないんじゃないか。その通りですね。私の願いは佐賀倉のたった一言でコッパみじんに砕け散った。それは、そう、だけども、でも。いや、認めろよ、もうこの状況が揃ってんなら。でもこれで、ある程度繋がっただろう。如月組はインビジブルで、何者かはわからないけど、同じ能力者に襲われ、記憶を奪われた。これなら、なるほどね、今の奇妙な状況にも、奇妙なりの筋道は立っていると思うよ。確かに。これが現実。正解はいつも無ごたらしくて笑っちゃうくらい残酷だ。それは天と地を逆さまにされたくらいの衝撃だった。バクンバクンと心臓が大げさに音を立てる。そりゃ自分の状況が常識の範疇に収まるものだとそこまで楽観視していたわけではない。せいぜい犯罪に関わるその場合、自分が加害者か被害者かわからないけど、そのくらいのものだと考えていたんだ。私が甘かった、激甘だった。もちろんあの霧や化け物はこの目で見ているし、レンやマリカのことを気味悪いとも思わない。それが我が身の出来事だと瞬時に納得できない。それだけのこと。受け入れられないのも無理はない。何せ今日君は自分が記憶喪失であると知ったので、いやそうだよね。異能の騒動に巻き込まれているんだ。その上さらに自分が超能力者と言われても混乱するばかりだ。今日一日がすごい一日だもんね。言葉をなくした私の前にまたも無神経に騒ぎ立てると思いきや、意外にも佐賀倉は私の戸惑いに理解を示していた。その上で、とても残酷なことではあるけれども、今、君たちに伝えたい。え、何ですか？というわけでここで終わろうかな、今回は。ようやく自分が置かれてる状況が分かってきたみたいな感じですね、多分。ただこの後どうなるのか全然分からないので、どんどんやっていきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。